キツネ1号さん、池田大作だよ。こんばんは。こんばんは。こんばんは、大ちゃん。大ちゃん元気？大ちゃん、新聞になんか最近の写真載れへんな。なんか20年ぐらい前の大ちゃんの写真はしょっちゅう見るけど、最近の大ちゃんの写真って新聞に載れへんな。元気？ほんまに元気？殺されるぞ、ほんま。キツネ1号さん通報だ。誰に通報すんのよ。誰に通報すんのさ。ここのね、ちょうど右側が住吉の、ちょっとお金持ち街ですよ。ちょっとお金持ち街よ、これ。住吉区バンダイっていう地名で、お金持ちのエリアなのよ、この右で。まあ、ええけど。肩痛い。キツネ1号さん行くの文化会館に通報だ。行くの文化会館に通報したら行かれへんなるやろ。やめとけよ。ああ、なんかええことないかな、ほんま。まだこんなとこが遠いな。結局今日最初に予定してたこと何一つ実行してないんだけど、オタロードに買い物も行ってないし、事務所も行かんかったし、大手二人のスネークもしやんかったし、何にもしなかった。こんなんでいいのかしら。やばくない？キツネ1号さん、スネーク見たかった。スネークを見たかったってどういうこと？別にスネークって何、大手を後ろからこっそり隠し撮りするだけだから、普通にその大手の配信見とけばいいじゃない。僕がドキドキ感を味わいたかっただけなんだけど。で、向こうには分からないようにしれーっと配信しといて、僕の顔は一切分からないようにしといて、誰がスネークしたかも分からないようにしといてぐらい。売名はしないからね、僕別に。そのこのふわっちで有名になってどうなのっていう。それだったら YouTube 再生してYouTube なんとかならんかな。もう半分は超えてんねんけどな。やばい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 。2000時間は余裕で超えてんねんけどな。あと1000時間ぐらいなんとかならんかな。あと10日ぐらい。1日100時間無理だな。1日100時間は2万分。2万分って何時間？2000割る300時間か。300、300、300で1000時間か。
動画を4本下で作ればいいな。キツネ1号さん何もしてねえくせに眠たいとは生意気。いや稼いだじゃないですか、5500円稼いだじゃないですか、ね、5500円稼いだんですよ僕、配信しながら。君たちが花火すら投げないのに僕は5500円稼いだんだよ。これ他の配信者だったらこれでプラス花火ももらって、うはうはやんなもん、あいつら。なんなん、なんであんなもらえんの、なんなの、あの花火の量は。なんなの、何者、誰あんなん投げんの、頭おかしいな。わざわざあのアイテム買ってあの人にあげるってどういう意味、意味が分かんない。キツネ2号さん日蓮の大成就祈願達成しました。マジですか、なんですか日蓮の大成就祈願。あ、ポケットの中に小銭入ってる。小銭だらけになっちゃったのに、ね、杉並協定行って逆両替で両替しときゃよかった。超人気って言われてるあの女の子にホテル代で500円返ってきた、ホテル代あげたらこれでご飯食べますって言われたの、あれは引いたわ。途中のチップ1万円もやっぱ返しましょうかって何回言われたか。いやええよほんまに、別にいらんわ。あ、1回あげたやつ返すの意味が分からへんし、返されても困るしみたいな。返してもらえばよかったかな、別に。ええけどさ、別に、まあ二度と呼ばないだけだからいいんだけど。キツネ1号さん歌、え、うん、違うよ、違う子違う子、うん、そんなね、あの僕が全部配信してると思わないでね。僕だって配信しないことだってあるんですから。キツネ2号さんテレビで YouTuber 養成学校特集してたから、現役放送の後陣は生放送養成学校作りましょう。なるほど、現役放送の後陣どういうこと、生放送養成、そうっていうかね、あのニコ生ツイキャスふわっちとかそういう配信サイトから、ね、キツネ1号さん俺ら仲間に黙ってデリとか信じられない、裏切られた。例えば今回ね、ももちゃんを配信してもらったじゃないですか。じゃあ、ね、せめてねスカウトバッグ払えよ。スカウトバッグ払えよ、ね、ももちゃんっていうね配信者を一人連れてきたんだから、ね、それに対する仕打ちが何、おすすめ規制とか頭おかしいやろ、ここの頭おかしすぎるやろ。もう二度と連れてけへんぞ、この可愛い子全部連れて行く。およそ700メートル先、左方向です。今日はあの昨日あのメール来た19歳の子からメール来へんな。何やったっけ、名前忘れた、何ちゃんやった、あれまゆちゃん違う、何やった、なんかそんなやつ。
京都の一人暮らしのペチャパイのコーラだ。狐二号さん、後人がパタリロ、オンドリレーハやらせよう。なんて。およそ300メートル先、左方向です。黒瓶温度誰もできへん。ちょっとハイレベルすぎて。キツネ1号さん、キッズはみんな真似するだろう。マジで？危ないな。今レクサス突っ込んでた、あんた死んでたで。分かってる、おっちゃん。まもなく左方向です。本当もう生きてても何も面白いことないな。なんで9月もなんかもう沖縄なんか行くんじゃなかった、仕事でも。あんな沖縄なんか行くからこんなことな。およそ3キロ先、左方向です。あれやな、次からはやっぱりもう嘘つきたくってね。僕も年齢も何もかも嘘ついて、お姉ちゃんくどこかな正直に言い過ぎてたらなんかもうなんかあれやわ。でもあのとことん狐一号さん、沖縄は神回だっただろ。神回だった、トドの時だけでしょ。で9月にも沖縄でも配信してるし、あでもココちゃんの時は配信してないのよね。なんでココちゃんの時配信してなかったの。なんでココちゃん読んだ時は配信。ココちゃん可愛かった、普通に可愛かったよ。ちょっと汚かったけど、まああれも間違いなくあのホス教やわ。あれはホス教でなんかこう貢ぐためだけにみたいな。エンデリ、エンコ上がりでもあるしな、あれな。中学の時からエンコしてたみたいな子やな、あれ。ええな、それで。もういいんっす。私、そんな時からそんなことしやっす。みたいな。うっせえ。みたいな。もうすれまくりみたいな。まあでも、沖縄の店はもうやめておれへんけど。水木ちゃんも水木ちゃんやしな、あれもな、もうだいぶいっとるしな、かなりメンタルいっとるからな。でこの2ヶ月で2回ぐらいしか出勤してんの、大丈夫、生きていけんのあれ。まあ、別に僕は心配する必要ないけどさ。そんな子もおる思ったらね、アホみたいに出勤してる子もあるしね、すごいよね。いやすごいよね、ほんまに。そこまでこう夢中に ならせられる男はすごいよね。まあまあ負けず嫌いな女の子はああいう世界入るとね、なんていうの、もう1位になりたくてしゃあなくなるけどね。なれないのにね、無理なのにね。キャバ嬢もそうだけど、風俗嬢もね、なんかこうプライドが高いのね、あの子らね。変なプライドがあって。慣れないの分かってるのに1位目指すのよね。で、やんだ時はなんかもう私よりもこんなあかんわなって、なんかもう整形したくってね。で、またそれで借金抱えて一生辞める気ないだろお前みたいな。知り合いでも辞めたやつは何人かおるけど、続いてるやつもまだおるもんな、やっぱな。その後のやつはもう人生そのものを知らんけど。
あれやな、片方は完全に現役を引退して結婚してて、もう片方は結婚して子供おんのに現役やな。お前いつやめんねん。いや、子供が3歳になる頃までにやめようかな思って。まだ頑張んのかい、まだ頑張んのかい。キツネ一号さん、旦那も苦労してるのかな。いや、そこはね、旦那は建築関係で、およそ700メートル先、南辰巳駅前を、まあ、ちょっとチラポラな旦那っぽいけどね、やんちゃで、うん、苦労はしないね。子供の面倒はお前見とけや、でもお前も働いてなみたいな感じで、昼キャバ行ってることにしてね、昼ヘルスで出て、で昼キャバの客に買ってもらったってことにしてね、ブランド物のバッグやなんやもね、すげえなお前。まあブーツに即化されたけど、俺もブーツに即化されたけど、男の方がだから可愛いよね、全般的に見てね。やっぱり女の方がえげつないわ、やってることはさらっとえげつないことやりよるからな、平気で、うん、だ君たち、ほんまに何回も言うけど、君たちが思うほど純情な女の子なんかいないから、世の中に。心配しなくてもね、プロだからとかそんなんじゃなくて、素人の女の子でも平気でするから、うん、もうあまりもう処女しかないわ、じゃあみたいな。もう五所大事に30近くまで処女でしたって横やったらまだ純情かもしれんけど、そんな恋がいないから、だいたいやりまくってるし、もういろんなことやってるしね、二股とかそんな平気やしね、三股ぐらい全然平気やしね。騙されとるからな、左方向です。お前らは全員騙されとるからな。 300m で目的地周辺です。言うといてあげるけど、夜の店やってても、え、こんな子がっていう子が普通に来るからね、マジで。キツネ1号さん、その処女も嘘か本当かわからん。あ、まあまあまあね、まあ、やるまではわからんけど、まあ、やっても痛い痛いって演技されたらわからんしね。女なんかそんなんだから、君たちちょっとね、あの何、女に何やろな、こうあの理想を求めすぎだわ。女の方がほんまに言うとくけど、えげつないから、マジで。いや、マジで。特に素人の方が。まだプロはね、なんやろな。一応客と男は使い分けるから、まだその辺は、まだなんか我慢はできるっていうのはあるよ。客は客で金としか思ってへんからな、女なんか。ほんまに。うまいこと言うけど、所詮金やろ、みたいな。全然金やん。そうじゃなかったらもう対応は全然ちゃうからね。もうそんなんいらんわみたいな。キツネ2号さん、おっさんの居酒屋の下話もえげつないぞ。どういう意味？居酒屋の下話ってどういうこと？居酒屋のってどういうこと？どういうこと？男はだって苦労して金も払ってなんぼでしょ、ね、やっとこさでしょ。女なんか金もろてただで自分だけええ思いしよう思うから、そういう動物やから気ぃつけろよ、ほんまに。マジでうまいこと言い訳してるけどね、結局所詮は自分が楽したいだけの話だから、あのね、あの円盤もするしね、もう入れさせた方が楽やもん。しゃぶ料理も入れさせた方が楽やもん。キツネ一号さん、思い当たる説あるな。注意して参考してください。みんなさ、やっぱ女なんかそういう生き物だから、それに惑わされてる男ってもうかわいそうやとしか思わないもん、自分も含めて。あ、男って生き物かわいそうやなって。まあ男の方が全然純情で、男の方がロマンチストやと思うわ。こんなぐらいのね、中学生ぐらいまでの女の子ならまだかわいいけど、最近なんか中学生でも生理来たらもうやりまくっとんのよ。キツネ2号さん、円盤しても上に乗ってきてくれないのは楽したいだけなのか。そりゃそうよ、だってお金もらってまた減らいときはそれで終わるんだから。しかも時間も短くて、しかもプラスでもらえるのよ、ね、
じゃあ120分にするって聞くよりもね、聞かれ、いや120分にするよりもね、80分コースで入ってね、あの1万もらった方が女は絶対取り分も増えるし楽で稼げるんだから、それをいっぱい本数回った方が儲かるって思ってるよ、特にホス教の女は。そういうことですよ、わかりました、ね、だからあのロング取ってあげて喜んでると思ってんのはね、男だけで、ね、別に女なんかロング求めてないから、ロング取んやったらショートしてチップちょうだい、円盤して1万で入れて、うん、普段基盤やけど、私基本本番あり女やけど、そうやったら1万円ちょうだいゴム付きで、そうしか思ってないから、ね、女の子その方が楽で気持ちよくて金もらえるの、おかしいだろ。そこをなんか、あ、俺だけやらしてくれたんやとか思ったら大間違いやから、全員やっとるからな、そんなもん。やるやつは全員やっとるからな、心配しなくて。 100% だから例外なくだから、そんな、あなただけよ、お兄さんだけ、全員やから、まあはいはいみたいな、分かってる分かってる、そやな、ありがとうって言うとくけど、口じゃ言うとくけどな、腹の中ではうっさぼうけとしか思ってんかな。誰とでもやんのやろお前、誰とでもやる女やろがお前は、この肉便器が。キツネ153嫁とパコパコ配信しろよなんでそこで嫁が出てくる、ね、そういうことですよ皆さん、絶対に騙されちゃいけませんよ、ね、まあそんなお店をやろうとしてる僕が言うのもなんですけどちょっとほんま女の子集めてもう一回やろう、自分の店やった方が気楽だわ、金払わんでいいから、ね、自分の店やったら自分の店だ、金払わんでタダでできて、そいつら働かさけてまた金儲かんねんから、こんな美味しい話ないから、もうそうしよう、もう一回ちょっとね、どっかで届け出して、関西でもやるわ、大阪ではちょっと考えるけど、ちょっと顔さすからね、大阪では名義はなってもいいけど、あ、名義もやばいな、広告代理店でバレるからな、金だけ出して名義も違うやつにやらして、キツネ153リスナー割引頼むいやいや、こんなサイトで宣伝しませんけど、うちの店こっそりやります、それはこっそりやります、はい、僕はちなみに女子給だけでやれるから、自分の店やからね、だいたい女子給も払わんでええんちゃうおお飯行こうかそのままやるだけでみたいな、結局ガソリンすら入れてないで今日結局住みの京都行って帰ってきただけ、キツネ153頼む雇え、嫌です、頼む雇えどんな日本語やおかしいやろ、嫁もいるかな、いや嫁もいますよ、特に昔に帰ってきますよ、ね、ちょっと配信してるから口切り上げるのでね、7階についたところに切りますけどね、今日一日ありがとうございました、4人しか来へんかったこの枠、最低やな、もう、ね、ということで協定でね、5000円稼いできました、ありがとうございました、7回です、ね、これは言うときますけれどもね、土日月くらいに配信ないかと思いますけども、また週明け火曜日ぐらいにね、どこかでお会いしましょう、ありがとうございました、さよなら、いや関西弁講座今日はしないよ、今日も明日